さっきの言った普天間さんの言う努力を捨てたらっていう時の言葉と同じように、うん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 、これも難しいんですよ説明が。なるほど、そういう意味で言ってるんじゃないんですよ。じゃなくてね、目標を持つなと言ってるわけじゃなくて、うん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 、目的を持つことによってのデメリットがあるんですよ、うん、目的を持つことによってのデメリット。目的を持ってしまうと、これまさに誰にも言わんでよっていう内容ですな。そうです、目的を持ってしまうとその目的にかなうものとかなわないものに分けてしまうんですよ。だから将来こうだから、ある例えばセミナーに目的を持って参加すると、うん、持ちなさいっていうのが今までの教え方というか、うんうんうん、まあ、間違ってはないんですよ、うんうんうん、それは何かっていうと、ぼーっとしてる人に対してのメッセージだから。あ、集中してやる気ある人にはもういらないと、うん、あのやる気っていうのもちょっとあの使い方が難しくて、うん、やる気があるとかないとか元気を出すとかないとかでもないんですよ、うんうんうん、要は例えばポジティブとかネガティブというのも実はもう存在しないところまでこの本は言っていて、あ、今日のゲストさんがいないまま喋ってましたけど、ちょっと自己紹介をちょっと、はい、あの近づいてから、はい、あの京都からって言ってます。あ、京都から来たの？京都府から。京都府がつくのとつかないのとなんか京都といっても日本海側の舞鶴市から。舞鶴、もうちょっと近づいて、徳志さんのじゃあ受けるために。いや違います違います、キャサリンが遊んでるんだと思いますよ。遊んでると。キャサリンがあのドライブがてらこの辺うろちょろしているんですよね、はい、僕京都はあの平等院の横に一人で泊まりに行って、うん、なんかあの平等院のすぐそばになんか民宿みたいなの、あの宿みたいのがあったんですよ、うんうん、本当に時代劇に出てきそうな宿みたいなの。とりあえず行き当たりばったりで駅降りてあの金閣寺かなんか見て、その日泊まらないといけなかったんだけど、うろちょろしてたら宿見つけたんで、うんうん、そこに泊まったんですよ。したらなんかコンロつけるのが機械があって、火だなんか火を燃やすやつ、沖縄の人使い方わからないですよね。え、何が何がこのコンロ、なんかガス灯油とか入れて燃やすやつのやり方知らないですよね。灯油ってどういうこと。ガスだから分からないから、ほらカセットコンロじゃなくて、いやあのなんかあの部屋を温めるなんか道具があったんですよ。なんか灯油であったあの暖房機ないじゃないですか沖縄に。ストーブじゃないの。ストーブです、ストーブ、石油ストーブです。そっちまだ分かってない。石油ストーブは自分は世代はまだセーフですよ。え、じゃ世代とかじゃなくて石油ストーブ持ってないですよね家の中に。もう持ってない持ってない。ほら持ってない、部屋の中に置かないですよね。置かないから危ないから。え、京都はなんか置いてあったんですよ。置いてますよね。あるんですよ。でそのストーブの付け方が分からないので、うんうん、そのまま寝たんですよ。おうおう、京都の2月、うんうん、もう行ってるの分かります。もうその日の夜3時4時ぐらい凍りそうになって、手足も全部凍りそうなんですよ。もう京都の2月ですよ。ストーブが置いてあったんですよ。だから使い方がわからないからそのまま寝たんですよ。もうびっくりして、もうあまりの寒さにその日の3日、3泊4日分の服全部着て寝ました。あまりの寒さに本当に寒いんですよ。2月、それが京都って言われた瞬間にパーンって思い出しましたね。あ、うん、で祇園の女の人と付き合ってたことがあります。それは言わなくて、言わなくていいです。その人に、うん、とちゃんとしーやーって言われました。マジか、あれ言うんだ。ちゃんとしーって言われました。あのちょっと余談ですけど、はい、あの自分今年沖縄みぞれ降ったじゃないですか、はい、で沖縄がマイナスになるのって本当に70年ぶりっつったかな。で自分は去年の冬ぐらいから水浴びというか、みそぎをやるのがちょっとハマってて、冷水をかぶるわけですよ。そして気づいたら内地でもあの寒かった日も毛布1枚だったんですよ。 T シャツ1枚と T シャツ短パン毛布1枚。だから自分でも初めて寒さに強くなって、あともヘド岬でもキャンプした時に
自分は普通に寝袋一枚つって、自分ともじゃあまりに寒くて寝れんって車で暖房つけて戻って、自分は普通に寝袋一枚ですやすやもう爆睡して、あこれ寒さで皮膚鍛えられたんだなと思って、丈夫になったんだね。そう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 、初めてですよ。その寒さに強いということは、じゃあ京都に住めるってことですか。今京都に住むっていう話はしてないですよ。いやもう今のは遠回しのプロポーズに近い。なんでよ。今の話は遠回しにプロポーズですよね。ちょっとだから、あでもあの本当にね、繋がる人は名前も聞かんでね、分かりますからね。だからもう繋がるつもりなんですよ。なんでよや。なんでやねん。あのキャサリン、あのどういったお友達なんですか。キャサリンご聞く、あのラジオ聞いてる人が。あ、そう。はい。なんか宣伝しに来たんですか。いやラジオがあるじゃん。のりちゃんに電話したら、はい、ラジオがあるから来ないって言われて。あ、本当にその程度のノリで来たんですか。すいません。その人電話してますよね、ほんま。これがね、このラジオのいいとこですよ。ね、何が起こる。じゃあそのまま僕たち会話進めててもらっても大丈夫なんですか。はい、あ、キャサリンの何さんでしたっけ。ルミです。ルミさん。ルミ。ルミさん。なんかキャサリン的ななんかニックネームあります。ルーシー。ほんとね。今作ってない。最近のお気に入りの映画ですね。ルーシーね。あの女の人のムチムチぶりがいいですよね。ルーシームチムチしてる。まあ、ショーン・ペーンの元カノ。おー、クソショーン・ペーンめみたいな。そんなに、うん、まあこの本のちょっと見てたら、持ってる時に持ってくるっていうのもまたちょっと不思議。すごい。だからね、ルーシーの、あげたの。いや、キャサリンの。私この間、トグチさんあげてるの忘れて、もう一冊あったけどなって探してたの。うん、あー、今思い出したんだ。あ、そういえばあげてたやつって。あげてたこと忘れてたんですか。例えばこの本のこういうページ、こことか面白いですよ。43ページ、はい、今何人かあげてました。すげー、なんねこれ、なんねなんね。ちょっと徳さん、ラジオなんでわからないですけど、ちょっと言葉で説明してください。限界まで。じゃあ例えば僕とルミさんがこうやって向かい合っていて、うん、コミュニケーションってこうだと思いますよね、うんうん、普通こうやっておられるんですけど、コミュニケーションはこうなんですよ。どういうこと、どういうこと。ここの縦の動きだっていうことを説明してるんですよ。コミュニケーション縦の動き、もうさっぱりだ。コミュニケーションはこうじゃないんですよ。コミュニケーションはこうなんですよ。例えば僕が普天間さん、うん、あ、じゃあ細原さんがいいかな、真ん中だから。皆さん細原さんにちょっとこの本に書いてある通りありますよ、うん、書いてる通りありますからね。書いてる通り、細原さん老けてるね、ほら今ショック、うん、ショックを受けた、うん、で例えばじゃあ皆さん女性なんで、誰かに突然10年前の同級生に会いました、仲良かったけど、仲良かったっていうか、まあ、普通の同級生です、うん、仲良かった情報を入れすぎです、うんうん、老けてますねって言われました、はい、どんな気持ちになりますか。ほら、反応ひどいって書いてるじゃないですか。ひどいって、そんなこと言うなんてひどいって思う人はこの本の中で、それは実はこんなこと言われてひどいって思ったんじゃなくて、もともと自分が怖がってるものが表に出ましたよっていう。なるほどね、うん、そんなはずもないとか思ってるのも、そう、この人は老けたねって言ったのを何の意味もなく使ってるんですよ、うんうんうん、反応したんですね周りが、うん、そうです、それが書かれてます。反応、反応するのがコミュニケーションだから、これ縦の動きってことね、うんうん、だけど気づき、あ、それを言われて自分はひどいと思ったら気づき、私怖かったんだ。あー、すげえ、この本超いい本。そういう意味、ここだけど何回読んでも理解するのがちょっと難しかったんですよ。何回も読んだんですね。説明がうまいです今。説明がうまいのと、今実際にワークでやってるから分かりやすいんですけど、そのまま読んでるとこの意味よく分からないんですよ。これ読んだら分かる、うん、だからそこにして、その次のレベルは、うん、私怖かったんだ、気づかせてくれてありがとう、うん、僕が老けたねって言われた時に、だけど老けたねって言った時、その瞬次の話もうすぐ皆さん分かってるんで、うん、何も起こってなかったんですよ。
ここには、うんうん、でそこですね、そこでですね、実はでどうしたのってこの言った人に聞くんですよ、うん、あ、あともう一回言いますよ、じゃあキャサリンでやりますね、キャサリン老けたねって言ったら、えじゃなくて、えじゃなくて、えと思った時に自分の気持ちに、あ私あの老け、あの老いを恐れてたんだ、うん、例えば子供に老けたねって言ってるのもスルーですよね、うんうんうん、何も思ってないから、うんうん、18歳の娘にね老けたねって言ったら何言ってるの、もう聞こえもしないじゃないですか、うん、聞こえないんですよ、自分の中にないものは響かないんですね、だから老けたねって言った時に、えひどいこと言ったとか、何言ってるのこの人とか、これって自分が作り出した感情で幻想なんですよ、うん、言ってるの分かるんですよね、うんうん、そしてそれに対して、あ自分それに怒った感情を捕まえて、なんで私はひどいとか思ってるか、あ恐れてたんだ、自分はそういう老けとか老いに恐れてたんだ、うん、それを気づかせてくれてありがとうねっていう、うんうん、やばいんですよこの本、あーすげー、こんなワークがあるわけ、うん、でその後に、あのありがとうねって気持ちで、そうなのってただ意味もなく言うと、その時に僕の本音が出るんですよ、うんうん、この方向に書いて、今日自分の犬が死んだんだって、うん、だからこの人は悲しい気持ちを見てて、犬が死んで、自分の飼ってた犬が死んでて、うんうん、悲しい気持ちのままパッて会ってしまった時に、老いとかそういうものにすごく敏感に思考が支配されてるから、自分の同級生を見て自分が老けてるのを相手に投影してしまったんですよ。なるほど、すごい、これやばい。自分が犬が死んだことに悲しんでいて、老いを辛く思ってる、老いっていうものに対してフォーカスしてるから、同級生に会った時にその同級生が老けてる自分と自分を照らし合わせてしまって、老けてるねって言葉に出してしまったわけで、その人に文句を言ってたわけじゃない。なるほど、 そこまでの気づきが愛の波動です。すげー、これあっぱれですね。やばいんですよ、あっぱれ。これなんという技に、別に名前が言った、これ奇跡のコースなんですよ。そういうコースなんですよ、これで初級か。もうこれで、もうこれで初級です。十分だよ。だから1年かかりでこれをワークをやっていくんですよ。だからみんなとやりたいな。なるほどね、うん、で自分のところもこれが教科書に指定されているんですよ、うんうん、JMM の教科書に、JMM、でみんなに配ってあるんですけど、僕がスタートさし切れるまでに理解ができなくて、何十回も読んで行ったり来たりしてるんですよ。でこの本読むためには他の周りにある本いっぱい読まないといけないんですよ。なるほど、この薄い本だけども、薄くしたおかげで、あのシンプルだから分かりにくいんですよ。で私は何も知らないっていうタイトルは、そういう目標を持たないっていうことなんですよ。目標とか目的を持ってしまうと、その目的に合うか合わないか判断してしまいますよね。一番大切のは判断しないことなんで、それは自分にいいものだとか、相手に会った時に、あこの人は自分に必要ないとか思ったりするのがおかしいんですよ。要は目の前に現れる人は現れる理由があるんですよ。だから嫌な人が目の前に現れて、嫌な人だ嫌な人だと思ってるけど、この人は何かを教えに来てるから、その人のメッセージを受け取らないといけないんですけど、受け取り方に自分の意味付けをしてしまうと、自分が悪いんだとか相手が悪いんだとかないんですよ、うん、ただそこに事実が起こってるだけを客観的に見て冷静に、だから楽しむとかでもないんですよ、無理に。悲しむとかもないんですよ。悲しい時は悲しんでもいいんですけど、なんで悲しいんだろうっていつも落ち着いて思えないといけないとか、なるほど。それこの確認方法あります？まだ例えばそういう人に出会って、もしかしてこれを教えに来たのかなっていうのが、これかどうかわからないじゃないですか。これはトレーニングの問題なんですよ。心を強くするトレーニングをしましょう、うん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 、で強いって言葉も柔らかいとか、うんうん、そういう感じだと思うんですけど、でやっぱり体験のない、うんうん、あの知識は、うんうん、あの知恵にならないので、うんうんうん、やっぱりその体験をするためには、要はシンボル的なものっていうのが言葉だったり本なんですけど、うんうんうん、そのシンボル的なものをまず身体的に体で分かるようにして、具体的にもので分かるようにして、うんうん、あとなぜかっていうところまで持っていかないといけないんで、うんうんうん、まずは何か必要だと思いますよ、トレーニングが。なんでかって、トレーニングが必要な理由として、僕たちはボディー持ってますからね、うん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 、ボディーがある理由は、あの
体験しなさいっていう意味なので、でさっきの腸の話、前半が腸の話だったんですけど、僕たちは腸が腸に命令されてる、潜在意識が腸で、ね、60兆の細胞が僕たちは支配しているように見えてるのは、実は真っ赤なちょっと間違いではなくて、もう少し理解が足りないところで、本当は100兆の細菌の方が多いんですよ、60兆よりね、60兆の自分たちの細胞よりも100兆あるウイルスの方が大きくて、あの前半戦で言ったように、精子の一番頭の部分は人の DNA だけど、後ろの鞭毛の部分は別のウイルスなんで、僕たちはハイブリッドなんですよ。出来上がったハイブリッドで、実は環境が外にあるように見えてますけど、お腹の中に雑菌いっぱい持って環境を持ってるし、皮膚は空気を出し入れしてるし、今口の中で空気も入ったり出たりしてるから、実は僕たちと環境と外を切るという考え方が、自分を自然から分かれてって書きますよね、自分って。自然から分かれることでしか自然を見ることができないし、他人を見ることができないんで、仕方なく二元性を取ってるけど、実際は自分を知るために相手を含んで、目の前に現れたものを全部含んでいかないと一つになれないじゃないですか。だから目の前に現れるのは全て必然なんで、自分で拒否せずに受け入れる状態にしないといけないんですけど、その受け入れるっていう言葉が聖書的に言うと許しとかになるんですよ。自分を許すとか相手を許すとか、癒しの話になるので。だから世界は自分で思うように作られてるっていうことがこれで具体的に書かれてるんですけど、最初の前半のキャサリン読みました。おばあちゃんが今日も遅かったのねっていう話、これ結構読んでも読んでもわからないんですよ。今日遅かったねねって話。私これをテキストにするって聞いたとき、バーって読んだときに、これを皆さんに説明するテキストにするっていうことはどうやって説明するんだろうって、徳地さんの方法が楽しみだった。なるほど。発言のこの表現力がどう説明するか。自分で読んでも、あ、これって難しい、あ、こういうもの、体験しないとわからないことをどうやって説明するんだっていうのがめっちゃ楽しみ。うん、これをちょっとずつ本当に、あの要はただ読むんじゃなくて本当に話ししながら、これをティーチングする人すごいレベルじゃん。俺も欲しいこれ。これを私は何も知らないっていうことを今皆さんにまず10分ぐらい説明してもいいですか、10分もらってもいいですか、真面目なあの番組乗ってもいいですか。7月1日から1日だから誰にも言わない話、今日から始まった。あ、誰にも言わんでも今日がスタート。そうよ、今日第1回記念すべき、はいはい、細原さんの番組なんですけど、大丈夫大丈夫、これ今日の夜のセミナーでもするんですけど、衝撃のセミナーになりますよ、まず頭の中に3つ漢字を思い浮かべてくださいね。鳩、急に鳥です。はい、鳩って書いて、はいはい、思いついて。じゃあ次鳥、あ、鳥浮かんだ、はい、鳥。次9、9、はい、全部漢字で。幼児に教えるのに一番難しいのはどれですか。鳥でしょ。ハト、鳥、九。九が難しい。え、鳥じゃないの。ほら、鳥、九。子供に教えるのに難しいのは。ハト。ハト？ハットリくんは？ハットリくんは？ハットリくんは？ハト。ハト？違う、服部君はったらポッポーってこんな感じ。そういう切り替え、そういうくだり、そういうくだり、ポッポーってこんな感じ。服部君は、そうそうそう、あのマイクないか全然入ってないからね。マイク全部こっちに集めてるから。じゃあ普天間さんは何ですか。俺鳥しか浮かばんけど。いや、これはあのまたこれは学校の先生とかあの指導者はみんな考える、あの大あの在あの一つのワークですよ。新澤さんは9? なんで9なんですか。なんか数字が漢字にっていうところが難しいな。ああ、じゃあ直感的な部分ですね、ちょっと。じゃあ細原さんは、鳩。鳩が難しい、あの民主党だから。もう終わりました。じゃあ高派でじゃなくて、なんかあの鳩、子供に鳩って言ったらカタカナの鳩って、あそこね、思うはずだから、感情を教える。今皆さんが言ったことを覚えててくださいよ。皆さんが言ったことを皆さんで覚えてくださいよ。あのまず数字の9を漢字の9とっていうのがあってきましたよね、
次ハト。子供がハトって言ったらカタカナでハトって書く。子供はハトって書くはずで、うん、ハトの意味ハト、うん、はい。9ルイさん、ルミさんですよね。9ルミさんでいいですか。ルーシーらしい。ルーシー、ルーシーは9。なんとなくなんでですか。イメージできないから。ハトとか鳥はイメージして。ナイスとか。ほらなんかめっちゃ面白くないですか。もう自分も最初は今後からそれに気づいた。ただ感じきやの。キャサリンは同じ9で。じゃあ9の前に次は次に難しいの。次に難しいの。じゃあ次はいきます。次。9が一番難しいですよ。鳥、鳥、うん、鳥ですか。ホテンマさん、鳥とハト。鳥はもうやっぱ漢字があるから、この鳥さえかけたらハトもかけるし。あ、ホテンマさんもそういう風に考えてますよね、うん、今ホテンマさんの意見も覚えましたね。鳥がかけたらハトがかけるとか、ハトがかけるんだったら鳥のはかけるって言いましたよね。要はこれが日本語の難しさなんですよ。今僕が質問したことに正しく答えられたのはルーシーだけなんですよ。イメージできないからね。もう一回言いますよ。子供に教えるのが難しいのは幼児に何ですかって。僕漢字が書き方とか一言も言ってないですよ。愛のそうだ、そうね、なんでそこばっかり見る。もうすぐ漢字って思ったから鳥って思った。イメージさせたから、そうそう、そこに引っ張るようにちょっと細工しましたけど。なるほどね、一番最初ね、漢字思い浮かべてたからね、うん、それはあのみんなをもう誘導するための洗脳を使ったから、うん、これプライマリー効果って言うんですよ。そうやったらみんなそこにすぐ漢字の難しさとかいろんなのに行っちゃいましたよね。僕は鳩を教えるのと鳥教えるのとどっちが難しいのと。鳩、鳥、球、球だね。球がなんかわからんからね。それはなんでかって、鳩、鳥、球と鳥を足したら鳩になっちゃうんですけど、球と鳥を鳩になっちゃうんですけど、実はよく自分で頭の中で仮想体験していただければわかると思うんですけど、鳩を教えるときに飛んでる鳩とか止まってる公園の鳩さして鳩って言ったら終わりなの分かります、うん、具体的にあるから鳩って教えればいいですよね、うん、一番鳩が簡単なんですよ教えるの、うん、漢字で書くのは難しいですよ。鳩っていうものを子供に教えるのが一番簡単なんですよ、うん、次鳥って教えたときに鳩は鳥だよって言ったら、うん、うん、ってなりません、うんうん、さっき鳩って言ったじゃんみたいな、うんうん、子供って言ったら鳥を教えるときにどうやって皆さん教えればいいんですか。鳥を教えるとき、くちばし、いや、どんなします、普天間さん。鳥、子供に鳥を教えましょう。鳥、空飛んでるの、あれ鳥だよって言いますよね、うん、じゃあ飛行機が来たらどうするんですか。あれは飛行機だよ。飛んでるものが鳥だって教えたら、あ、分かったって思ったけど、オスプレイ見ても鳥って言うんですよ。そしてはほら、鳥っていうものを教えるのまた難しいし、うん、今日何食べる鳥って言った時に、うわーみたいになりません。まあ、鳥ってね、チキンだからね、普通ね。けどこういう風にまた教えるんですよね、子供に。ひよこ、卵、鶏、これはひよこだよ、これは鶏だよ、これ卵だよ、これみんな鳥だよって言って、意味わからなくなりますね、子供が。意味わからなくなりますよね。なんでかって言ったら、鳥は鳩の上位概念だからですよ。鳥っていうものは鳩を包摂してるんですよ、上位概念だから。だから一番砕いたところのちっちゃいところから教えないとわからないんですよ。だからわかるというものはそういうことなんで、今わからないということがわかるというのも大変で、子供がわからないはどこでわからないかから全くわからないですよ。なるほど。子供に教えるときに難しいのは、鳩は簡単で、漢字で書くのは難しいです。これは漢字で書くのが難しいだけで、鳩は簡単なんですよ。これだって教えればいいから、鳩だよって。あ、鳩なんだ。で、ひよこだよって、ひよこなんだ。そしたら、なんとなく、これ全部鳥って言うんだよってしか教えられないじゃないですか。そしたら子供は頭の中で繋いでいくんですね。くちばしがあるものなんだ。こういうなんかパタパタしてて飛んでるものなんだ。だけどもしかしたら3匹目まで白ばっかり見せたらどうにもします。白鳥見せて白い鳥見せて白い鳩見せたら鳥は白いものだと思ってるかもしれないですよ。いきなりカラス見せたらこいつは鳥じゃねえっていう可能性ありますよね。でいつの間にか慣れでなんとなく何回も経験してるうちに鳥っていうものが分かるじゃないですか。だけど今度9ってどんなって教えるんですか。9、9って9人いるとか、あ、人間が9人いるのを9って言ってるのか、それともたこ焼きが9個あるのが9って言ってるのか、 10-1 を9って言ってるのか、数学的な概念を教えるとその上に行きますよ。
だから一番難しいのは旧なんですよ。旧を教えるのが難しいんですよ。旧と鳥と鳩。だから結局物を教えるときにはまず鳩から教えないといけないですよね。鳩で教えて次鳥を教えてそのうち鳥が9羽っていうのを教えないといけないんですよ。これが上に行く上に行く認知の問題なんですよ。で下は一番下に行くと分かりやすさは身体的なんですよ。体に近い触れるとかものだから子供って知るためには食べたりしようとしたり体に持ってこようとするんですよ。口に入れたり体に取り入れたり触ったりとか、だから体で覚えるのがまず鳩のレベルですよ。鳩っていうものが分かっていく、鳩っていう体で分かる五感から入ってくる情報を処理できた後にその後に鳥っていう概念を作り出しますよね。鳥だってそしたら物っていうものを見ていって言葉っていうものをそうやって作り出すんですよ。でその言葉の向こう側にあるものは9っていうものは頭の中に9個あるってもうより上の概念じゃないですか。その上に愛ってあるんですよ。平和とか平和とか愛を教えるのって愛と平和教育って 手先からやらないといけないんですよ。だから概念だから、だから手から覚えていかないといけないんですけど、要は何を平和だと思ってるかって言ったら腸の問題で腹で決めるとか腑に落ちるっていうようにお腹が多分僕たちを支配してるんですよ。あのウイルスが100兆のウイルスが60兆の細胞と手組んでるんですよね、タッグで。このウイルスも出入りしてますけど、ウイルスが地球上にウイルスっていう生き物がいっぱいいるわけですよ。でウイルスが生存していくときに最初はコピーのコピー作っていくじゃないですか。で 海の中でコピーのコピー作ってるんだけど、もっとよりよく長く生きるためにはみんなで協力することを覚えたんですよ、ウイルスが。そうするとウイルスがたくさん集まって、例えば周りのアポトーシスじゃないですけど皮膚になる細胞が生まれて中と外を作りますよね。そしてこの細胞が意識的にもっと楽しいことしたいって泳ぎたいと思ったら脊椎動物になるんですよ。で脊椎動物になっていく中で地上が出来上がって両生類になってちょっと海辺であなんか植物とかがあるから行けそうだよみたいな感じになったら爬虫類になるじゃないですか。爬虫類になって卵を海で産めなくなったから卵の殻で作る卵を産んで、でこの辺ぐらいからあの進化が鳥の方に進化する方と爬虫類から哺乳類に行く方と爬虫類からもう一回海に戻って哺乳類になるタイプに分かれるんですよ。そうですよね。その戻った側はあのクジラとかそういう系統に行って水に潜ったっていう水に潜った方がいいかなと思った軍団はそこでテレパシーみたいなソナーみたいのを発達させて、だからクジラとかイルカとかは地球の反対側にテレパシー的に交信できるじゃないですか。だけどそれはクジラとかがイルカとかがそこを進化の選んだんで、だけど哺乳類を選んだ側はちっちゃい生物で爬虫類がでかいから逃げ回ってきてたんだけど、たまたま宇宙は哺乳類を選ぶんですよね。なんでかって言ったら6500年前に直径10キロの隕石がドカーンと落ちて、その中で冬が来るから体の大きいものは動きにくくて、ちっちゃいものが生き残りやすくなって僕たちの祖先が生まれていく、あの生き残るじゃないですか、ネズミが。でそのネズミがまた新たな脳をやるためには立たないといけないから、要は何か世界を道具でもっと楽しくしようと思った時には手を使うっていう方法で立つっていう方法を選んだ進化のパターンがあって、その中でホモアウストラロピテクスとかが出てきて、ネアンデルタール人からホモエレクトスっていうところで道具を使うんですよ。道具を使うんで、道具を使うっていうことは手を使うことになるんですけど、手を使って物を作ったり、これ全部自分たちの手で作ってるじゃないですか、今世の中を手で作っていくんですけど、目と手を連動させてないとダメなんですよ。どんだけ頭がいいかっていうのは目と手の連動なんで、手をどんだけ正確に動かせるかっていうことでものづくりが始まって、だから手を使うっていうことでもう脳にたくさんの神経を持っていきますよね。でその手から意識を作って、意識っていうのもまた幻想ですけど、このボディがこのボディが楽しくするために意識っていうものを作り上げてるんですけど、潜在意識は腸じゃないですか。腸が生きていくためにはたくさん美味しいものを食べてほしいですよね。その中で意識的には経済的に裕福になった方が正しい美味しいものを食べられると思ってるかもしれないけど、
それ以上に元のエネルギーである例えば感情っていうものを経験することによって脳内物質としてセロトニンとかドーパミンとかオキシトシンとかエンドルフィンが作られる。逆にノルアドレナリンとかコルチゾールとかも作ってしまうのは意識の状態だから、じゃあ意識の状態をコントロールするのかお腹の状態をコントロールするかっていうのは鶏卵の話になっちゃうじゃないですか。どっちが先かはよくわからないんですよ。だけど意識的に潜在意識が思ってることを直感的に感じながら、これは、飲んだ方がいいとか食べた方がいいとか、逆に心がこの人と一緒にいた方がいいとか、いない方がいいとか感じてるのを無理すると、意識でねじ込めて、認知的に意味付けして、生活するためだからこの人といないといけないとか、ある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 。責任を果たすためにはこうすべきだとか。なんですか、なんかあるんですよ、ね、おっしゃる、もうそうそうそう。それに認知脳が無理やり自分の本当は腹の方ではやりたくないって言ってるものを脳が無理やり意識で妄想って言えばいいのか、要は幻想というかね、自分が考え出した世界に持っていこうとするんだけど腹とは分かれてるから、腹はそう思ってないじゃないですか。腹は潜在意識的なもので、要は生きてられればいいんですよ。楽しく生きているからこそ腸から栄養もたくさん取れるし、だから何を食べるかじゃなくてどうある状態で受け入れるかっていうのが大事なんですけど、何を食べるとか何をするとか本当はないんですよ。だからさっきの問題をまた3人に新しい3人にやって、さっきもまた問題があったんですよ。洗脳されてる理由問題ワーク、じゃあ CM 挟んでもう一回、じゃあ後で CM 挟んでから一回質問しといて CM 行きましょう。一回質問してから、質問はですね、努力、成功、幸せ、この3つで文章を作ってください。めっちゃいいワークでしょ。じゃあ CM 行きます、はい、すごいこの番組この番組幸せなんかライブ配信の金取れますぜ第1回目からもう今日のこういうのはねいや今日は第1回目なんです。今日第1回目で7月1日、縦さん今日第1回目、これ実は今日がナビだもん。縦さんこっち、僕の高校の先輩の縦さん、はい、すみません、ルーシー、ルーシー、縦さんに会ったことあるんですか。ヒロピ、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 ヒロピってヒロミ、さあさあすいません、これいやいやいや、大丈夫大丈夫、成功と幸せと努力。これ僕セミナーを今本にしようと思ってて、あ、いいですね、みんなが使えて本当に深い利益になるような本を作ろうと思って、だから今みたいなやつ今試しになってるんですけど、幸せと努力と成功、この3つで文章を作ってみましょうっていうので、その人の今の心境が分かっちゃうんですよ。出ましたよね、さっきめっちゃ出ましたよ。なんか分かる、はい、誰にも言わんでよ後半戦、誰が言ったか分かるぐらい、何も言わんでは続きです。質問できました。努力、成功、幸せを使ってもう自分で直感で作れる文章を、皆さんに文章何か作る、何でもいい、何でもいい、適当に近づけて喋ってね、遠いところ、幸せになったのは、成功したからである。努力が入ってないね。努力したから成功して、成功したから、違う、幸せになった、なってるのは努力して成功してたから幸せになったのである。わかりましたね。何じゃあ次、じゃあルーシー版。ちょっとまだ整理ができないで、いいですか、すみません。はい、じゃあ初瀬さんから。えー、マジで、はい、この3つの単語使って自由に、普通に間違いとかないんですけど、うん、自分が思いついたやつ、今自分こうでも、もっと近づけてます、こうでもいいのかな、うん、はい、ね、なんだろう、幸せってなんだろう、この3つで文章を作るだけ、作るだけ、あ、そう、幸せを定義とかしたらあれだけで、この今組み合わせで文章を作る、ただただ素直にこの文章を作るだけです。幸せを定義したり、努力を定義したり、そういう、お、今みたいに幸せなのは努力して成功したからです、ただ短い分、短ければ短いほどいいです。あ、なるほど、はい、思い浮かばんな。いや、もう組み合わせでもない、はいはい、いや、もう自分の中では幸せイコール成功イコール努力かなって、全部イコール、あ、じゃあそれでいいですよ、努力は成功で、成功は幸せ、じゃあ順番じゃ決めてください、順番、努力は成功で成功が幸せなのか、幸せは努力で努力が成功なのか、最初、はい、最初は幸せ、幸せは成功、成功であり
成功は成功は努力である。まあこんな感じ、文章で、回ってる感じかな。幸せ、成功、努力。じゃあ、はい、ルーシー。幸せに生きていれば成功するだろう、努力は必要ない。あー出ましたね、普天間さんよりですね。そうですね、普天間さんは普天間さんも同じこと言ったんですけど、努力を捨てれば幸せに成功できるでした、はいはい、成功して幸せになるでした。そうそう、努力をやめた人から、だからルーシーも同じですよね、うん、言葉がすごく説明が難しくて、うん、かといって努力するなと言ってるわけではないから、うん、楽しんでやってれば努力、それを思わないっていう意味が入ってますよね。だからこれが誤解を生んでしまう日本語になりますねみたいな、さっき前半でやってたんですよ。前半でやっていて、で実は一番多い多分答えがこれです。あ、納得すると思う。多分小学生、中学生、高校生、特に学校の先生が生徒にこの3つのこの言葉を質問すると、普天間さんこんなって言うんですよね。そう、努力したら幸せな成功ができるんだよってで言いますよね。これが順番です。順番つけて考えると面白いです。1番まず努力すれば、2番成功して、3番幸せになる。これが一番学校で教えてることなんですよ。努力してれば成功するよ、幸せになるよって言ってますよね。学校教育はそうなんですけど、実は脳科学上はそれじゃないっていうのがもう分かっていて、科学的に今までの非科学じゃなくて未科学で分かっていて、実は幸せだから努力が長続きして成功する、これを教えていこうっていう、これがシンプルなメッセージなんですよ。これなんか途中でね、ねじ曲げられてね、エジソンが2000個か3000個実験してフィラメント見つけたじゃないですか、うん、あれ見てごらん、努力したら見つかるだろうって学校で教わったんですよ、うん、だけど実はエジソンずっと幸せだったんですよ。実験が楽しくてから、これアランバ、売りアランバっつって常に今を楽しんでる。そうそう、いや僕失敗してないよって、いや僕は何適さないのが見つかっただから、そのだからこれなんですよね。これとこれが同じようにつながっていて、要は何か知ってる、何か知ってる、何か知ってるっていうものをやってると、何も知らないということすら知らなくなるから、うん、実は知らないということは罪で、罪じゃないけど、知ろうとしないことは罪なんですよ、うん、だけど知るためには目的を持っちゃいけないんですよね。これが難しかった、理解するのが、うん、要は目的を設定してしまうと、目的以外のものはいらないものだと思ってしまうから、そうすると目の前に現れる嫌な人を私のいらない人だとか、いろんな風に意味付けするけど、ここではそういうワークがあって、おばあちゃんのワークがあるんです。これじゃあこういう風に段取りすると分かってくるんですけど、例えば家に帰ってきました。皆さん中学生です。中学3年生の遊び盛りです。だけど受験も待ってます。あ、だけど部活ではレギュラーになってしまいました。いろんなことがあるんです。いろいろなことがあって、だけど彼氏もいるし、彼氏は彼氏でデートが少ないとか言ったりとか、いろいろ忙しいんです。という中学3年の時に夜帰ってきました、7時半。そうするとおばあちゃんが遅いわねって言いました。したら次の日も、次の日は夕方5時に返したら、あ、今日も遅いねって、遅いねって毎日言う話が出てくるんですよ。で、あなた、その時に、この人はずっとおばあちゃんが、なんであんた遅く帰ってくるのって思ってたって、なんで遅いの、何してるのって思ってたって。だけどおばあちゃんは一言もそういうことは言っていませんでした、うん、遅かったねって言ったのは頑張って遅くなったねって意味でしたって。で、遅かったねっていうのは早く会いたかったのにっていう意味だったそうです。おばあちゃんは、言ってるの分かります。今日も遅いのねっていうのは頑張ったねって意味だったり、早く会いたいけどみたいな、遅かったのねってただ言ってるだけなんだけど、本人は勉強もしないといけない、これもやらないといけない、彼氏とも会う時間もない、いろんなことで不満があって、不満があって不満があって、だけど不満がある自分がわからないです。一生懸命働いてる、動いてるから、働いてるんじゃなくて部活やったり受験勉強してるから、自分は一生懸命やってるけど自分のことを認めてないから、自分がちゃんとやってないっていうのを自分で認めてないから、言ってるの分かります、うん、自分自身を許してないから、うんうん、あ、なるほど、
妙な打ち値を取ってしまった、うん、自分が部活のこともやらないといけないけど部活もできてない、受験勉強もやってないけど足りてない、彼氏と会う時間も取れてないから彼氏が怒ってるとか、全部自分で決めてます。ここで自分は足りない足りないって自分を許してないから、それをどっかに矛先向けたいんだけど、どうやっていいかわからない意識の中で帰ってきた時に、おばあちゃんが優しく遅かったのねって言ったら、なんか遅かった悪いのかよみたいに、自分の嫌な気持ちを何かにぶつけて正当化するように、自分をおばあちゃんを投影して、なんで文句言ってるんだろうって思ってるけど、文句言ってるのは自分ですよっていう話なんですよ。だから世界は自分が作ってる、だからいろんなものを判断しないでおきましょう、うん、これは僕はあのコビー博士の第一の習慣の第一にあるんですよ、うん、コビー博士の7つの習慣っていうのは一番最初に判断しないっていうのがあるんですね、うん、であのちょっと巷であの皆さんが流行ってるっていうか、メンバーがやられてるバーズもポイントオブビューっていうのがあって、要は判断しないって意味ですよね、うん、見方がいろんな見方があるから、人にはこっから見たら表だよって言ってもこっから見たら裏だし、いろんな見方があるから、その見方自体にいいとか悪いとか全くないですよって、それをきちっと受け入れてないと、あの自分で意味付けして自分で怒りたいから怒る材料を持ってきて、イライラしてるからもっとイライラをしようとしてって、どんどん選んでいくから、まず今自分が幸せになってないと幸せになれないんですよ。幸せになるために幸せになるっていうのが正しいので、努力が足りないとかじゃないですよ。努力は足りないとか足りるとかそういう量じゃないので、そもそもが今の話ね、幸せになるにはって言ったじゃないですか、はい、俺の友達に親友に前度直してから、これちょっと自分がいろいろ考え事してから、うん、こいつがボソッて言うわけ、うん、幸せってどうやったらなるばって言ってから、はぁってから、すいません電話が幸せになりたかったらよ、幸せになればいいバーテーっておーって、そうかな、ね、もう当たり前なんだけど、もう深くてね、幸せになりたければよ、幸せになればいいバーテーってそうそうそう、だからこいつなんかもうやっぱりあの本質見る癖があってから、友達が何どんなしてるかなってから、もうこいつも 0.2 秒聞けばいいよしてってから、分からんことはお客さんにすぐ聞く、うん、その業者に聞く、うん、もうあのこいつ迷わないわけ、分からんのは分からん、なんでお前分からんか分かるかって言って、なんでか分からんからだばよってもういちいち本質からだから聞くばよって、うん、あのもうだ俺はもうすぐ聞くよって言って、分からんかった聞く調べる、友達マストって言うんだから悩んでたから、いやだから聞くってばってから、いやでもよ、いや聞けってばって、いやでもさ、いや聞いたらいいばって言って、もうずっとこねるとしてるわけ、もう死に面白いなと思って、確かにそうやっぱね、さなぜわからん、そうシンプル、わからんのは聞けばいいんですよ、今今素直に、素直に、素直って2種類あるんですよ、これ覚えとかないと、みんな素直がいいものって言うけど、受け入れる素直と積極的にやる素直、2パターンあるんですよ、みんな受ける素直だけ学校で教わるから、教わるから素直聞けようって言うんですか、これアウトだわけ、その素直さがもし悪い人に当たったらそれも入るよ、ぬするもするしいじめもするし、その素直さは2つで、素直の字と一応当て字だけど、順序こそ素直みたいな、積極的で率先的なんですよ、すぐする、うん、だからみんなが世間で教わってる素直は受け入れるから、何か言われたらはいって言えばいい、で、じゃあその前に行く素直さ何かというと、もう先手の挨拶、うん、徳志さんの素直さはどっちかというとこっち、徳志さん入ってきたらすぐこんにちはって誰にでも挨拶するから、もういつも先に言うよ、その2つないと、北海道から届いた車、あ見えてるの、はい、これは北海道から、いやいや、あのラジオでラジオで 0.1 ミリも伝わらない話、いやいや、あのここで騒がれてもあのラジオどころかユーストでも伝わらんよ今天馬さんがいい話してるとこでしたよね、いや私この素直が大嫌いだったんですよ、はい、だから今言って納得して、そう受け入れるっていうこの素直が大嫌いで、小学校の時に通信簿、うん、毎回素直素直、1年生素直、2年生3年生も4
6年間ずっと素直だったわけ、うん、評価がねすっごい先生にバカにされてるような思いがあって、うん、素直っていう言葉は大っ嫌いだった。だから言葉の意味付けですよね。前に行く、いや両方だ、陰と陽、陰の素直と陽の素直があるんですよ、うん、そうそう素直に行動する、 その素直なのは良かったけど、うん、それはもうだから挨拶とかね、うん、さっと動く。でも先生たちの評価はあの一応暇だったからかもしれない、評価しにくくって、うん、書くことがなくってもう適当にやってるのが素直っていう言葉だったかもしれないけど、その素直大嫌いでした。もういやもう、いや世間で多分片一方しか言ってないですよ、言ってない言ってない、うん、だから今みたいな積極的な素直さっていうのはもう先生たちも知らないから、だから一応もうこの素直さが表現できないらしいんですよ、この攻める素直さが、積極的な素直さが。でも先生動く、そう要は先手っていう、だからまあ、先手ね、もう気づいたらスッと動く、さっと動く、例えばゴミが落ちてたらさっと拾ってあげる、困ってる人がスッと助けてあげる、もうこんな感じののが本当の素直ですよ。まあ本当の素直って2つあるっていうのを覚えとけば、だからね本当素直のに子に育ったかったらこの2個意識しないと、はい言われたことはいって受けて、何回か気づいたらさっと動く、はいとさっみたいな、はいとさっはいと受けてさっと動く。でももっとあの先生方 あのなんて評価のつけ方もう、あの何って評価つけていいか分からなくなった時に、面倒くさいから素直って言葉を結構使うなと思って、もうなんかあまりあのちょっと便利に使われてますよね。便利に使われてる、なんかこれもあの素直に受け入れられませんでした。だから学校の先生たちが褒めるハードルが高すぎるんですよ。そう思う。だから不登校でヤンキーで、で例えば遅れて11時に来たとしたら、言う言葉はお前なんでこの時間に来る番付、よく来たなって言うんですよ。午後から来たとしてもよう来たな、給食によう間に合わせたなと。ハードルを低くしないと、もう不幸せなことばっかりですよ、比べんといかんから。で、なんかやらかした時には知らなかったんだもん、ワクワク、これを今やってるんですよ。もう一回お願いします、もう一回。だって知らなかったんだもん、ワクワク。ねえやのこと、あとや今これをやってる。いいね、勢いがあるね。これ今のお素直って言います、前に出る順調とか言って素直、うん、気づいた、そう今気づいてすぐやったんだ。お前今ぶっこめみたいな。2パターン知っててやるともう全然もう生き方変わりますよ。うちの娘がもう今中学上がったばっかりなんですけど、多分そのパターンかもしれない、うん、だからあの言うことに関しては小学校までは先生の言うことが 100% 正しいと思ってるんだけど、やっぱ中学入ってきたら人文がだんだんついてくるじゃないですか、うん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 、だからもうすっごい反抗期で、うんうん、なんとかってもさ、いやそれはなんか受け入れられないなとか、ママこうだよとか、うん、素直だねとかつって、だからもう自分でこうチョイスする年齢の時に、まあ今先生がすごいいい先生に当たってるんでしょうねきっとね、彼女の中で、まあ、それって大事だよね。大事大事、すまないで、ね、そのさせてで合ってるかどうかなんかやれば分かるんだから、そうやってうまくいけば合ってる、間違ってれば間違ってるんですよ、まあ次やらなければいいですよね。そうでもこの辺面白いのが出てる、びっくり今日なんかそう、ね、なんせ今日第1回目ですから、今ここが涙もう誰にも言わんでよ、もう第1回目もうめっちゃクレーバーの話。じゃあ一回 CM 行きましょう。すごい陸上競技見たんですよ娘。ああ、会場から今。あでも落ち着いて、もうあんまり臭いからフライって。手乗りしたから。ごめんなさい。大丈夫大丈夫。そうだからうちも午前中。キャサリン歌ってる。学校行って。あそうそうこの CM。学級崩壊って言われてて。だって見たら元気なだけじゃないって思って。そう。そう学級崩壊って自分の思い通りにしたい先生の。そうそうそう言葉もありますから。そうだよね、体育の授業で着替えないでうろうろしてるから、もう今日体育中止にしますって1時間説教してるんですよ。で自分ずっとそれ CM 聞いてみよう。だってほらなんか日本の教育って肩にはめるのが教育です。今やるあこれこれそう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 。アホみたいな。ピロミさんが歌った。あみんなで耳障りなんだって。よろしく。はい誰にも言わんでよエンディング。いやー濃ゆい番組になってますね。第1回目からエンディング鍵。
そう、あの今ちょっとね初江さんがね、あの学校って昔のまま今もやってるので、うんうん、名残なんですよ戦後の教育の、うん、戦前はどっちかというと個別的だった、うん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 、だからもうそろそろ変えないといけないんだけどなかなか変わらなくてね、変わらないね、だからもうでも今のところはもう先生に委ねられてる、うん、自分2年5組小座高校で教えた時に一応あの他の先生から見たら学級崩壊クラスって言われてたわけ、うんうん、死に楽しかったけどなと思って、うん、今でも2年5組先生じゃなかったら多分みんなノイローなってるはずねっていうのに、あそれは、ね、それは分かる、とっても分かる、うん、言えないよ好きだなんて、エンディング、はい、これエンディングテーマなんで、はい、え、今日こんなすごい、これエンディングなんですか、これ誰にも言わんでように近い曲で言えないようにちょっとかぶせてこれにしたんですよ。あ、え、これ誰が考えたんですか、私ですなんか憎いですねだから憎いって言葉にも意味ないですからね、そう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 、まあ、人によってね、肉いいに聞こえるかもしれないし、この肉上等さんのやんのみたいなね、肉いい、この肉いい、だけどなんか僕この本読んでて、なんで打ち当たりしていくかって言ったら、人が怒ってる時のを見て、あ、怒ってる嫌だなと思ったりするのを見た時に、あ、その嫌だなと思ってる自分も怒ってるんだと思って、あうん、結局気づいたっていうことは、うん、この人怒ってると思ったら自分も怒ってるってことだから、うん、なるほどね、波動的にね気づいちゃうじゃないですか、でそれを自分の体験のように思ってて、前にですねすごくいい話をしてる先生が、沖縄は母子家庭がいて所得が低いからって言った時に一人女性が怒ったんですよ、うん、そういうこと言ってないですよね、うん、その人母子家庭だったんですよ、あ言いたいのは母子家庭の所得が低いとは言ってるけど、そういう傾向があるから、うん、全体的にっていうか一般的にっていうか、だからあの沖縄県はこうこうって言ってるのに、うんうん、この人は母子家庭イコール低所得って決めつけられたら困るんですけどみたいな、それで怒ってて、それを怒っていて、僕もそうだよねって言い方、いやそれそんなこと言ったかなみたいな、うん、あと何分あるんですか、あと1分2分です、2分切りました、あそうなのか、じゃあもう次来週ですね、来週ですね、いやいいラジオだったね、ハンゾ第1回目どうだった、あマイクないからいいや、じゃあキャサリンいかがでしたか今日第1回目の、あ楽しかったです、あじゃあ今日京都からルーシーも、ね、じゃあルーシ ー, ルーシーもちょっとマイク近づけてからちょっと感想を、すごく真面目な、そうです今日が初めての人には素晴らしいね、はい、あ今日来 た, しっやってるみたい、初江さんとか、何がどうなってるのみたいな、そう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 、こっちはもう分かってるビフォーアフター、まあこういう番組ですよね元からそうそうそう元からね、誰にも言えんぐらいいい話してるよっていうね、それが誰にも言わんでよっていうね、いやなんかいつの間にか今日誰もいないと思ったらいっぱいになって、だからね一回誰にもいない、誰もいないだろうっていう時もありましたよ、ね、誰もいないやし、これからあのユニゾンに行くんですけど、みんな行くんですか、はい、自分今から急いで仕事行って沖縄市に今からダッシュで今終わったらもうダッシュします今日、沖縄市に、沖縄市ですか、沖縄市です、沖縄市合わせまで今からダッシュしていきますんで、はい、じゃあ新田さん最後になんかいかがでしたか、あもうよかったんで来週も来れたら、あーいいね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 、来週全然違ってたりしてて、来週もこの調子でうがなびらからあの誰にも言んでよまではちょっとあの子供に聞かせたい内容にしながらね残してああのさ、上原いつきがここに入ったらどうなるかね、楽しみですね、まあおさらさんの番組だからね、まあ、おさらさん最後ですよ10秒前って、はい、じゃあエンディングのはじゃあ誰にも言わんでよって言って、おさらさん言って、はい、おさらさんの番組だからね、また来週、はい、また来週誰にも言わんでよ、ありがとうございます。